ルバンゴは、アンゴラの都市。アンゴラ南西部、標高1720メートルの高原上にあり、ウイラ州の州都である。人口10万757人。1975年までは、サタ・バンデーラという名だった。ナミベとベノングエを結ぶ鉄道が通っており、農産物の集産地となっている。ルバンゴは1882年。 ポルトガル領マデーラ諸島からの植民者によって開かれた。ついで1885年、ナミビアのグルート本庭園から来た40家族のボーア人たちがまた別の植民地を開いたが、この地域をポルトガル領であるとするポルトガル政府と紛争となり、ベルリン会議によってこの地域がポルトガル領と確定すると、ボーア人たちはグルート本庭園に引き返していった。 1923年には、鉄道がルバンゴに到達し、モザメデスと結ばれた。アンゴラ内戦初期には、市内にアンゴラ解放人民運動に対抗する新米2杯、アンゴラ民族解放戦線、アンゴラ全面独立民族同盟が拠点を構えていたが、1976年1月18日、2杯が戦闘状態に陥った。市内は混乱し、残留していた。 ポルトガル人ら6000人が空港へ退避した。ありがとうございます。